皆さんこんにちは、あきらです。今日は中国人が普段日常会話でほとんど毎日使う文章の5つのパターン、そして例文を合わせて紹介していきたいと思います。それでは早速勉強に入りましょう。1番、要什么什么吗？要不要什么什么？意味は3つあります。1つ目は何々がいりますか、いりませんか。2つ目は何々ませんか。3つ目は何々ましょうか。例文を見てみましょう。你要热水吗？你要热水吗？你要不要热水？你要不要热水？热水はお湯なんですよね。なので意味はお湯はいりますか、お湯はいりませんかという意味なんです。咖啡要加糖吗？咖啡要加糖吗？咖啡要不要加糖？咖啡要不要加糖？コーヒーに砂糖を入れますかという意味なんです。はい、次を見てみましょう。你要试一下吗？你要试一下吗？你要不要试一下？你要不要试一下？意味は試してみませんか？要帮忙吗？要帮忙吗？要不要帮忙？要不要帮忙？意味は助けましょうか？2番、能什么什么吗？能不能什么什么？意味は何々をしてもいいですか、何々ができますか。例文を見てみましょう。能帮个忙吗？能帮个忙吗？もしくは能不能帮个忙？能不能帮个忙？どちら使ってもいいんですね。同じ意味ですから。意味は助けてもらってもいいですか。你能帮我拍个照吗？你能帮我拍个照吗？你能不能帮我拍个照？你能不能帮我拍个照？拍照は写真を撮るということなんですね。なので意味は写真を撮ってもらってもいいですか。你能不迟到吗？你能不迟到吗？你能不能不迟到？你能不能不迟到？迟到は遅刻、あるいは遅刻するっていう意味なので、遅刻しないとダメなのっていう意味なんですね。ちょっと怖いかな。三、算是。意味は何々と言えます。何々とみなします。もしくはようやくっていう意味もあります。例文を見てみましょう。他现在算是有钱人了。他现在算是有钱人了。有钱人はお金持ちっていうことなんですね。なので意味は彼は今もうお金持ちと言えるね。はい、次の例文。这瓶酒在红酒里算高级的。这瓶酒在红酒里算高级的。红酒はワインのことですね。なので意味はこれはワインの中で高級品の方とは言えますよ。你的心愿算是实现了。你的心愿算是实现了。あなたの願いはようやく叶ったね。4、準備。意味は何々つもりっていう意味なんです。长假你准备去哪儿玩？长假你准备去哪儿玩？連休はどこに遊びに行くつもり？我们准备明天一早去爬山。我们准备明天一早去爬山。私たちは明日朝一に登山するつもり。我不准备告诉他这件事。
我不准备告诉他这件事。このことは彼に言うつもりはない。5. 不要。别。意味は何々しないでください。もしくは何々するな。例文。学习时不要一心二用。学习时不要一心二用。勉強するときは他のことも同時にするな。勉強するときは他のことも同時にするのはやめて。做事不要三分钟热度。做事不要三分钟热度。物事をするには三日坊主じゃダメ。请不要在这里吸烟。请不要在这里吸烟。ここではタバコを吸わないでください。はい、次は别の例文を見てみましょう。别生气了、我错了。别生气了、我错了。もう怒らないで、私が悪かった。我不是故意那样说的、你别往心里去。我不是故意那样说的、你别往心里去。私わざとそういうつもりじゃなかったから気にしないで。这件事你别告诉别人啊。这件事你别告诉别人。このことを他の人に言わないでね。はい、今日は5つのパターンを紹介しましたよね。では復習を一回やりましょうか。お湯いりますか？你要热水吗？你要不要热水？助けてもらってもいいですか？能帮个忙吗？能不能帮个忙？彼は今もお金持ちとは言えますね。他现在算是有钱人了。連休はどこに遊びに行くつもり？长假你准备去哪儿玩？ここでタバコ吸わないでください。请不要在这里吸烟。もう怒らないで、私が悪かった。你别生气了、我错了。はい、今日の内容はここまでにしたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか？もしこの動画は少しでも役に立つと思った方はぜひ、いいねとチャンネル登録お願いします。ではまた今度お会いしましょうね皆さん。バイバイ。